は全て排除してください。了解。人間がどのような扱いを受けてきたか、ただの脅しにここまで駆り立てたことを理解していただきたい。無理な要求を言おうというわけではない。対等に話し合いをしたいだけなのだ。これが止められる相手だ。しかし聞く必要はない。だってお前は地上部分の脅威を取り除くだけだ。いい、承知しました。交渉は受け入れられません。身は持たないというわけか。ならばこの場所を渡すわけにはいかん。まだまだ我々の将来のためここで屈することはできないのだ。無駄な抵抗はやめて。とまたセブンティアを愛す人を救うことができなかった。研修生時代の希望はどこに行ってしまったのだろう。マーガレット、あなたは今どうしているの？